アンドロイドとアンプリファイで AWS に入門してみたについて発表させていただきます。まず簡単に自己紹介いたします。今年4月からクラスメソッドの新卒エンジニアとして研修を受けております。チョンハウンと申します名前で予想できると思いますが、一応韓国人です。で、コロナの影響で来日できず、韓国でリモートワークを しております、えー、大学時代は Java 系の開発を主にやってきまして AWS 勉強歴は今のところ4ヶ月ぐらいになりますでちなみに先週クラウドプラクティショナーの試験に合格いたしました公式的な場での日本語の発表は今回が初めてで、えー、足りない部分もあると思いますが 頑張りますので最後までよろしくお願いいたします今回のアジェンダはこのようになります大きく AWS アンプリファイについての説明とプロジェクト作成、オースト、API 作成まで行い最後やってみた感想について話してみようと思いますまずこの発表をしてみようと思ったきっかけですがもともと Developers.io ブログで アンプリファイに関する韓国語の記事をすでに2件書いておりましてこれを日本語でも発信してみたいなと思ったのがきっかけですけどそもそもアンプリファイって何なんだという疑問を持つ方もいらっしゃると思いますのでその点についても少しお話しできたらなと思います実は私大学時代にモバイルアプリケーション開発をするときにですねサーバー構築だったり バックエンドに必要なプログラムやデータベースなどで頭を抱えたことが多かったです。それで当時はファイアベースでバックエンド環境を済ませてしまったりもした記憶があります。でも皆さんもこういう経験って実際ありませんでしたかというところです。ですが、アンプリファイならこのような問題も簡単に解決できますよということらしいので、早速調査に取り掛かりました。 で実際にアンプリファイはリアクトビューなどのウェブアプリケーションもしくは iOS Android モバイルアプリケーションの構築をはかどらせてくれるサービスとなっておりますではなぜこれが可能であるのかということですがこちらの図のようにアンプリファイはいろいろなサービスと統合されているからです AWS アップシンク、Amazon コグニート、Amazon ピンポイント、AmazonS3 など、多数のサービスとつながっていて、データベースや認証、分析などをコマンド一つで使えるようになっておりますちなみにですね、今回、オースの追加は Amazon コグニートで、あと API は AWS アップシンクを利用することになっております。 なので私が一番好きな Android アプリ開発にはかどるのならばこれはチャンスだと思いましたそれで早速試してみましたその前に一つお知らせしたい情報があります先月26日に Android および iOS 用の新しいライブラリが正式に発表されましたですが今回は発表されて間もなかったということで SDK を使用しておりますその点はご了承いただければと思いますそれでは環境設定をいたします今回私は Windows10 での環境で試しておりますあと必要になるものは Node.js10 以上 Android Studio 3.6以上 Android SDK バージョン16以上 AWS マネージメントコンソールアカウントが必要になります であと Android プロジェクトとバーチャルデバイスはあらかじめ作成しておくことを前提にしておりますのでその点気をつけておいてください準備ができましたので Amplify 用の I am ユーザーを作成しますコマンドプランプトに a m p l i f y コンフィギュアを入力します少し待つと AWS マネージメントコンソールが表示されますね ログインしてない状態でしたらログインを済ませコマンドプロンプトに戻りますその後、Enter を押してリージョンとユーザーネームを入力しますそうするとまた AWS マネジメントコンソールが表示されますここに AWS マネジメントコンソールへのアクセスという項目がありますがこちらのチェックはユーザーの状況に合わせて行います 次のステップからの設定はデフォルトのままで進めますユーザー作成が完了しましたらアクセスキーとシークレットキーが発行されます念のため CSV ダウンロードをおすすめしますただしこのファイルはプロジェクトフォルダには絶対に保存しないことを気をつけておいてくださいではコマンドプロンプトに戻り先ほど発行されたアクセスキーとシークレットキーを入力します プロファイルネームはデフォルトでも構いませんが別の名前を作成しておくことをお勧めしますそれではあらかじめ作成した Android プロジェクトに移動した後 AmplifyNit を入力しますあとの質問は以下の通りで行ってくださいここで一つ気になるところがあると思いますが Enter a name for the environment っていうことが何の意味かっていう思う方もいらっしゃると思います。こちらは GitHub のブランチの作成と似ているものと考えていただければと思います。少し待つと AWS プロファイルを使用しますかという質問が出てきますね。ここでイエスと入力した後えー、私たちがスライド14番目で作成した ユーザーザを選択しますするとプロジェクト作成を AWS 側で頑張って進めてくれます少し待つと作成が成功しましたよっていう文字が表示されますそして作成した Amplify プ,プロジェクトは AWS マネジメントコンソールからも確認できることがわかりますそれでは一通りプロジェクトの作成も完了いたしましたので Amazon コグニートで放送を追加する段階を試してみようと思います。ここでなぜ放送を追加するのかっていう理由を補足しますと、アプリケーションで私たちがよく見かける会員登録機能やログイン機能などがありますね。amazon コグニートがそれを簡単に構築してくれるんですよ。それで私も。 この機能はぜひ試してみたいなと思い段階に入れてみましたそれではオースを追加してみようと思います Amplify at Auth でユーザープールを作成しますここでデフォルトコンフィギュレーションデフォルトコンフィギュレーション with ソーシャルプロバイダーマニュアルコンフィギュレーションの3つに分かれているのがわかります ここでデフォルトコンフィギュレーションは AWS 側で提供している設定を使用することになります。そしてデフォルトコンフィギュレーション with ソーシャルプロバイダーは Google や Facebook、Amazon などのソーシャル認証設定を追加として使用することができます。あとマニュアルコンフィギュレーションは開発者が マニュアルに作成したものを設定として使用することになります。で今回は検証のためにやっているためデフォルトコンフィギュレーションを選択します。そして以下のように選択を済ませるとローカルに追加が成功したと表示されます。クラウド上に反映させるためにアンプリファイプッシュも忘れずにしておきます。 あとはまず、AndroidManifest.xml にインターネット・ネットワーク接続を許可するコードを追加すること。次は、OSUI を利用するためのアクティビティを追加すること。最後に、b u i l d g r a d e に AWS モバイルクライアントと OS、CognitoOSSDK を追加することとなります。 で本発表では時間上ソースコードの解説を省略しておりますでソースコードはブログの方に公開を予定しておりますのでそちらをご覧いただければなと思います修正を終えた後バーチャルデバイスを実行させるとこのようなサインイン画面が表示されますクリエイトニューアカウントでアカウントを作成するとすぐユーザー情報が AWS に保存されて 簡単にに認証情報が実装できるようになりますそして登録されたユーザー情報は c o g n i t コンソールからも確認できます。それではオースの追加が終わりましたので最後に AWS AppSync を使った API の追加を進めてみたいと思います。で API についても補足しますと 私たちがデータベース構築をして SQL で処理していた過程をこのような図に変えることができますまず AWS アップシンクを通して DynamoDB にデータを保存してまたその保存されたデータをコールバックすることでアプリに読み込むことができますそれでは GraphQL API を追加してみようと思います えー、コマンドプロンプトに AmplifyAtt API を入力します入力するとグラフ q l と REST2 つのサービスが出てきますでここで今回はグラフ q l を使ってみようと思いますあと、えー、認証タイプが聞かれますが先ほどオー s でユーザープールを作成したため Amazon コグニートユーザープールを利用しますで最後の質問で今スキーマを修正しますかという質問が返されますが、えっと、今回は検証のためにスキーマを修正する必要がありますので Y と入力しますここで一旦 Android プロジェクトに戻りますメインアクティビティでデータの受け渡しを確認するため アクティビティメイン XML を修正します。どのような動作をするのかを簡単に説明いたしますと、まずテキスト入力欄に何かしらテキストを入力します。でそしてボタンを押すと、そのデータを AWS 側に送信して、リストにデータベースの内容を読み込む感じになります。で画像には、 サブアイテムが書かれていますが今回は使用しないことになりますそしてプロジェクトのスキーマを修正しますもともとタイプツーズアットモデルに ID Name、Description の3つのフィールドが設定されていますがこれをタイプテキストアットモデル ID テキストに修正してください 修正したスキーマを保存した後コマンドプロンプトに戻りますそしてアンプリファイプッシュを入力します少し待つと、えー、下の画像のように聞かれますので、まあ、デフォルトのまま選択しちゃいますするとグラフ q l 関連コードを AWS 側で頑張って作成してくれますでは最後に まずアップシンクを使用するためにはアップシンククライアントが必要とされますで。クラスを作成してソースコードを書いておきます。次はメインアクティビティにテキストを追加すると DynamoDB に保存するコードとデータを読み込むコードを作成する必要があります。あとビルドグレードルを修正する必要がありますが その理由が現在のビルドグレードルバージョンではアップシンクビルドプラグインが使用できないエラーが来ますなので少し手間のかかる作業ではありますが修正しておく必要がありますで実際にバーチャルデバイス上で試してみるとデータが返ってくるところを確認できます で今回はキーとバリュー情報が全部出てきちゃってますが、まあ、ソースコード自体次第で自分が求めているデータのみ出力することも可能ですでこちらもオースと同様に DynamoDB コンソールにデータが保存されていることを確認できますはいここまでアンプリファイプロジェクト作成から API 追加までざっと進めてきましたがえー、まあ こここままでやっっててててみみ私が思思たととについい話してみようかなと思います今回このように興味半分でやってみましたけど実際に開発にはかどりそうなところはあるなぁと感じましたですが32番目のスライドでも触れていたように最新バージョンのビルドグレードルには 対応できていないところが少し惜しい点ではありましたねあとそれとは別にさまざまなサービスと統合されているので間、まあ、違うサービスの機能も試してみたいなと思ったところですなので皆さんもアンプリファイを一緒に使ってみてはどうでしょうかではここまでで私の発表を終わらせたいと思います 実際に試してみたい方がいらっしゃるのであれば、えー、セッションブログを公開する予定ですのでそちらをご参考いただければなと思います。それではご清聴ありがとうございました。